はい、じゃあ1分で説明いきたいと思います。今日は、ボレーの、グリップのこう固め方ですね、ワンポイントをご紹介したいと思います。ボレーっていうのはやっぱりこう手首をあんまりグラグラせずにしっかりこう固めて、インパクトができた方がいいんですけど、固めるっていうのは完全に固定するっていうことではなくて、少しの遊びは作った状態で相手のボールの力にこう負けないようにするという感じのイメージがねいいと思います。はい、コンチネンタルグリップかフォアハンドイースター、薄めのグリップで握ってこの状態で、まあ、少しはこういう感じで動くような感じで固めてあげる。はい、ここがねすごく大事です。完全にこう動かないように固めてしまうと結局全てのパワーをこう腕の振りとか踏み込みだけで作られないといけないのでものすごく難しくなります。はい、完全に固めてみます。はい、もうものすごくこう今手首が痛いですし、やっぱりバウンド後にボールがこう伸びないようなね感じがあります。で少しこう遊びを作ってあげると低いボールにも対応しやすいですし、ボールが少し浮いてきても、はい、しっかりとねこう叩くことができます。踏み込みであったりこの腕の振りにプラスして最後少しこうリストをね効かしていく、それから相手のボールを一回掴むためにも軽くこう後ろに負けるようなラケットが負けるような動きを作るためにもこの適度なね遊びの部分っていうのはものすごく大事になってきますので、手首を固める時の注意、はい、完全にこう固定するっていう感じじゃなくて少しは遊びを持たせておくということで、ボレーのねこうキレがものすごくアップしますので、ぜひ試してみてください。